それでは、朝ごはんについてお話しします。日本の朝ごはんはお茶とご飯と味噌汁、卵焼きなどを食べます。イタリアではどうですか、みゆこさん。私はコーヒーと牛乳を飲んで、はい、そのビスケットとヨーグルトを食べます。ああ、コーヒーにはお砂糖は入れますか？いえ、入れない。牛乳だけ。牛乳だけですか。はい、美味しいですね。はい、美味しいです。あ、はい。クリスティーナさんの朝ごはんはどうしますか？何を食べますか？朝ごはんは、麦茶です。麦茶だけですか？麦茶と、あと何でしょう。パンと、バター、ジャムです。コーヒーは飲まないんですか？コーヒーは飲みません。どうしてですか？飲んだら、お腹が痛い。ちょっとそうですね、ちょっとお腹が痛くなるので、はい、残念ですが、飲めません。あ、牛乳も？牛乳は？牛乳は紅茶を飲むとき、少しだけ入れます。お砂糖は入れますか？お砂糖なしで。お砂糖なしで入れます。お茶を飲むんですね。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。